さあやっていきましょうか。バイオハザード6 Part of Police ということで、ブルーホースでございます。まあ、せっかくね、動画開いていただいたんですが、チャンネル登録ボタンとグッドボタン押していただけたら幸いでございます。で、今、ムービーシーンなんでね、ムービーシーンくらいお前いつも通り黙っとけよっていう方もたくさんいるし、日本語が喋れてないんですけど、美味しそうなお肉、ソーセージはちょっといらないかな。あれ、付け合わせの人参か。うん。まあまあ、それはいいや。そう。で、肝心なね、ムービーシーン黙っているっていうのは、多分、ちょっともう、自分の動画見返してみないとわかんないんですけど、僕、1回か、人生相談に乗りながらバイオシックスやろうぜ、キャッフーっていうところで、一応クリスのね、やつもやってますんで、その時にムービーシーン黙ってやってると思いますから、まあまあ、しっぽりとね、クリスのシーンがどんなものなのかっていうことをね、ちょっと、味わいたいなーっていう方はね、もうそっちの動画をご覧いただけたらなっていうふうに思います。はい。まあ、ということで、愛想よく、まあ、酒を誘いでるお姉ちゃんなんですけどね、目をよく見てくださいね。なんかね、ちょっとね、人間らしからのね、ちょっと行っちゃってる目、あ、行っちゃってないわ。全然行っちゃってなかったわ。いやー、しかしまあ、酔っ払いですね。怖い女の子だね。怖い女の子だね。帰る場所なんかないんだよってね。うん、家をなくしちゃったみたいですね。どういう意味なんですかね。うん、こいつなんで急に出てけって言われたんだって、絡みに行って。このおっさんも、ごつくないこのスキンヘッドのじいちゃんも。じいちゃんおっさんも。で、100キロを軽々と片手で受け止めることのできる、ピアーズ2番スもなかなかね。ピアーズも結構でかいよね。やっぱりそう考えるとね。で、クリスが確か184センチか5センチくらいで、あのハゲのおっさん、あのハゲのおっさん、実はあれだ、知らなかった。今初めてムービーで知ったわな。首の方を押さえながらどっか去っていったけど、いてていてていててね。知らないって言うんです。何が起こってる？本当に何も覚えてないですね。これはだから、半年前のバイオテロ、今起こってるバイオテロのあれなのか？だって、半年前のイドニアのあれではそんなに大きなあれはな、あればっかり言って何の話をしてるの。あ、そうそう、今回の動画の趣旨何かっていうのこと全然話さないままムービー進んでましたね。で、今回は前のパートでも、レオン編の最後の方でもね、お話をしましたが、エンブレムを全部破壊して、で、みんなで、フィギュアとか、それから、アーカイブをね、見て、しっぽり楽しもう世界ということになっていますので、まあ、ちょっとバイオシックスに振り返りプレイなんかっていうのをしていきながら、エンブレムを壊して、行くという、そんなプレイになっています。はい。だからね、まだね、エンブレムを壊して、ちなみにそのエンブレムを、エンブレムがここにあるから、ここ壊してってくださいね、みたいなのを、こうなんか、なんていうの、解説する動画ではなくって、単純に僕が一周目その質問回答をしましょうっていうのでやったバイオシックスの中で取りこぼしたエンブレムを壊しに行くだけというところになってますんで、別にか、そういうね、しこたまなんかこう、本節丁寧に、ここにエンブレムがあってね、こういう破壊方をしたらいいんです、破壊の仕方をしたらいいんですよ、みたいな、そういうのではないので、そこだけはご勘弁いただけたらなっていう。まあ、破壊の仕方なんて、ね、別にナイフで切り裂こうが、ゴリラパンチをしようが。あ、ちなみに今回は、主人公ニアーズじゃない。いろいろごっちゃになった。ピアーズ2番スでやっていきます。はい、前回は、そう、レオン編の時にミスったなと思ったのが、レオンで1周目クリアしたから、2周目はヘレナでやればよかったと思ったんですけど、ヘレナでね、やってないということだったので、うん。そう。なので、今回はピアーズ2番スでやっていこうかなというふうに思います。I have to face the truth.Accept responsibility. That's the only way I'll ever remember. The only way I'll get my life back. HQ to Alpha Team. No change to your mission. Suppress the bioterror outbreak while proceeding to Point Ace of Spades. 記憶を失ってるのにね、いきなりこんななんかもう爆発が起こっているところにこう投げ出されるクリスって、お前って一体みたいな、そんな感じですよね。まあそんなことを言って、まあ、早速ですが、降りていきましょう。てん。じゃあ、じゅーん。どん。OK。さあ、やっていきましょう。で、今回ね、グレネードランチャーを無限武器にしました。はい。もうちょっとね、歩く爆発物陳列剤になっていこうかなと思うんで。で、ちょっと隊長。隊長、あれ、隊長うまいな。隊長かわすのうまいな。うれ。へへへへ。今のショックル、あれちょっと待って。ライフル。え、サーマルスか。あれちょっと武器が2つしかない。なんで武器が2つ。俺、ちょっと、あれなんで武器が2つ。ちょっと待って。このチャプ、これを始める前に、あれちょっと待って。
なんで？ちょっと待ってね。戻ってきました。はい。何が起こったかっていうと、考えられることは二つで、一つは、最初にゲームをニューゲームで始めるときに、武器をリセットしますかっていう選択肢が出てきたんですよ。で、その時に僕、確かにその武器をリセットしますかっていうので、いいえで答えたはずなんだけど、はいを押してしまったかもしれないということで、武器が全部なくなっていると。もう一つは、一周目クリアしたのが、クリス編だったから、ピアーズでアイテムを取ってないんですよ。取ってないから、弾もなければ、銃もないというところで、ないという、そういう可能性がありますんで、まさかのね、コンバットゲージとかは、そのスキルセッティングしてるから、結構こうやって溜まってってるけど、まさかの1からやり直すというためになっちゃうと。だから歩く爆発物陳列でやります、みたいなことを言ってたのに、残念ながら、全然爆発できない状態からスタートになっちゃうと。いや、これなんかちょっとやだな、どうしようかな、とりあえずもう始めちゃったからもう、とりあえずこのパートはなんか、シコシコとやっていくしかないですよね。まあ、そんな感じで、もしかしたらちょっと初期化された武器だとどうしても若干敵を倒すのに苦労する可能性があるんですが、まあ、それはご愛嬌ということで。あれ？よいしょ。The BSAA has arrived on the scene. Excuse me, can I get a comment, please? Excuse me. This outbreak related to the situation back in the States. Is the BSAA involved there as well? いろいろやらなきゃいけない大変さもあるから、そこはあんなラフな格好してるんですね。ちょっと待ってね。そうそう、なんか、ね。Civilians, clear out of the way! 右っきりやりたいのに、なんか左っきりになるという、ちょっと謎仕様だったんで。よし。で、この辺りは、なんかいろいろチェック。ここら辺を一個一個見てるから、なんか1時間で、胃が腹痛で倒れたおっさん、大丈夫？飲みすぎが原因じゃない？ね。ほんとね、今の会社がやばいぞ、飲み会が多くて。なんか好きやらば飲んでるみたいな。上司の人もさ、自己紹介のところで、ここは364日お酒飲んでますよ、ね、っていう話をしてる。逆だよ、364日お酒を飲まない生活をしてるくらいだからさ。お酒が好きな人はね、今ね、職場もしかしたらすごく出てるかもしれない。酒の飲めない僕からしたらね、別に嫌じゃないし好きなんだけど、今悪いチクショイなんだけど、うん、まあね、程よく、本当にいつか。Alpha is en route to Ace of Spades.After they rendezvous with Delta, we will proceed with the operation as planned. まあ仕方ないよね。ということで予定通りデルタと。あ、ちょ、なんだ、どこ。あ、なんか普通にあるね。ほい、あれ。ほい、あれ。ほい、わかんない。これは破壊した。さすがにこれは破壊してたよね。そうなんですよ。なんかね。バイオ6とか、まあ、バイオ5でもエンブレムがあったけど、こう、めちゃくちゃ簡単っていうか、これ取りこぼすわけねえよねっていうのもあれば、そんなとこにあったの？攻略サイト見ないとわからんでゴンスみたいなのもあったりとか。皆さんの理想とする。形もあるよね。もうちょっとおっさん、どういうこと？みんな苦しい。じゃあ見てやろう。で、あれやろ、ブラ。俺はこの辺りをチェックしようと思う。クリスのものでないって言ったから。本人だったよし、じゃあ早速行こうか。あれ、ちょっと待って、これまた左利きになってるんじゃね？うい。オープンセンサー。うー。こいつあれなんだよね。顔を撃たれるとお目目が増える感じの男子なんだよね。どんな男子？そんな男子？どうまた、飛び棒にしてて、とりあえずこれ、前がこれやらなくて、未だにね、どうしたらいいかちょっと分かってなくて、あ、あ、あ、
僕らはもう一人じゃない。あ、僕あれもしかしてあの RPG って自滅した？ We have to put an end to all this violence. ボンボンバカボンバカ、おお、目の前にヘリコプターが落ちる。なんとかハン、なんとかハンテンみたいな。Alpha team, proceed along Route Niner. Take a back alley to get to the Ace of Spades. Captain, you remember anything yet? まあ、実際に勝ちとかも負けとかないけどね。社会的に成功したとかそういうのはあるかもしれないけどさ、結局は楽しく生きたもんがね。ですよ。人生死ぬときにさ、死ぬ直前になってさ、この人生もう一回やりてえなとかさ、楽しかったな。 You know, I figured you'd be a little rusty. It looks like all that training's kicking right in. Can the chatter. さてさて。You ready? お弁当で生きて帰ってからにしてくれ。はい、すいません、すいません。え ?Move in. これ、敵はまだ。Move in. Now's not a good time. ですね。そうですね。はい。Gotcha. でもなんか、隊長との共同作業が多いな。あちゃ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 、そうなんです。左利きになってるからさ、すごいやりにくい。おーおーおお、あ、隊長強し、隊長はクリスだ。ごっざんです。あちゃちゃちゃ、隊長、隊長ザス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 、あちょー、すごいよな。何がすごいってさ、お面とガラス、じゃガラスのお面をつけてるっていうこともすごいしさ、もう一つはさ、それを一発の攻撃でパリンと割っちゃうところがすごい。隊長すまん隊長。まあ巻き込まれる隊長、味方だった。クリア、あ、クリア、クリア、いつの間にかクリア、クリアはいつの間にかしているものなんで、ね、隊長っつって、特に落ちてるものはない。なんか個人的になんだけど、ああいうさ、こう、剥き出しにさ、あの、切り刻まれて剥き出しになっている、そのお肉って、妙に美味しそうな感じがするんですよね。とか、あと何だったっけ、あの、スペインバル系のさ、料理屋とかに行った時、イベリコ豚とかさ、そういうのがあるじゃん。ああいうのもさ、少しずつ少しずつ削り切っていくっていうの、削っていくっていうのかな。ああいうのがすっごく美味しそうに見えたりするんですよね。うん、まあそんなこんな言ってる間に、おい、どこまで進めてって終わりにしようかな。なんか、前に、こう、ちょっと終われるポイントがあるか、なんだけど。めっちゃなんか、ああ、いたわ。全然気づいてなかったので、キックー。そして、アームカウントメン。で、敵はいる？いない？あ、めっちゃいる。ダイヤ3より緊急で危ない。 HQ to Wacko requesting immediate status update. What's going on? 最初の頃さ、さ、あのシューッと行かないからさ、あの、なんかやられてんのかやられてないのかいまいちわかりにくいって言って、やられてくれてるの。あ、まだまだいた、まだいた、まだいた。あ、まゆ、あ、ちょ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 、今なんか普通にカウンターしようと思ったら、なんか誰かが先に、え、ちょっと待って、こん、シルクロソレイユ入れるんじゃないっていうくらいの時か。こん、アクロバットですね、アクロバットですね、光ってたね、エレクトリカルパネルだよな。よし、じゃあ先進んでいこう。で、まだっけ、隊長、お前車線に入んじゃねえよ、ウルエ。あれ微妙だな。ごちそうさまでございました。で、隊長行った、おら、ラフラアパンチ、オッケー、アパンチ強いな。モロ顎に入ったのかな。よしよし。んだば、壊して、よし。じゃあ、戻りやしよう。また左利きになってる。もうサウスポーなんだな、実は。これ固定で、ライトハンドにするにはどうしたらいいんやろうな。あれ？俺ずっと弟とやってた時に、ピアーズでやってたけど、左利きになったりしなかったけどな。なんでなんだろう。
落とせ。腕痛い。腕にレーシックをしてるか。鉄人に変わります。うげ、うげげげ、うげげげげげげ。みんなさ、もしさ、バイオシリーズの中で打ち込まれるなら、何ウイルスかね。で、まあ、ベロニカかな。もしウイルス打つと、目いっぱい増えちゃって、人目歩けないみたいな。ウイルスはね、なんか、Gウイルスもさ、どんどんこうあのウイルスに乗っ取られてっちゃうからね。って考えると、ベロニカってほら、体の中からさ、血液を使うことになるけど、これを発生するのが出たわけだ。 Alpha HQ! We just witnessed a dwarven mutation! Keep him back! いや、ちょっとよくわかんないですね。うい、うい、最初に出てくるって言ってたんだけど、お前この頃口が悪い、気をつけます、以後すいませんでした。なんかね、嫁さんに言われたんですよ。ゲーム実況やったら別にいいけどさ、ちょっとその扱い考えなよって言われて。嫁さん結構クリーンな、これさ、おとじゃさんとかあれを見てたら、おとじゃさんのさ動画ってもうグリーンそのものじゃないですか。もう絶対人の悪口とか言わないし、うん、おついちさんを除いてね。患者さんの場合は悪口っていうのはただ単にいろいろはめようとしてるだけだから悪口じゃないし、ね、あれこれ本当にアイテムなかったっけ。あれなんか壊せる樽とかここら辺なかったっけか。タルと言うべきか、木箱と言うべきか。あ、なんか来たところが塞がれちゃってるけど。なかったっすかね。そうか、そうか。で、アイテム拾って。あー、なるほどね。じゃあ、ちょっとこの先、一旦じゃ、ここのアイテム回収して、終わりにしましょうかね。はい。ということでね、本日の動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。クリスマスエンブレムの旅、どんどん進めていきたいと思いますんで、この先もぜひ楽しんでいってください。ということでね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、明日もまたお楽しみください。では次回お会いしましょう。バイバイ。